きな食玩が勢ぞろい。さらにここだけでしか手に入らないレアアイテムもあるんだから。クレヨンしんちゃん食玩伝説を呼ぶおまけ大決戦。はい、どこに記録する？このファイルにセーブするぞ。ブリブリー、おまた。いつも遅刻するなよ。いやー、ヒーローはいつも遅れてくるもんなんだよね。ねえ、先週食玩のテーマパークができたの知って？食パンのテーマパーク？食玩だよ。食玩。お菓子をつけてスーパーやコンビニでも気軽におもちゃを買えるよ。おお、もちゃんさすが。ああ、食玩のテーマパークなんて名前だったかしら。食玩だろ、 CM でも歌ってるじゃないか。ほら、ショック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 。ここに行けば今まで集めきれなかったおもちゃが手に入るらしいよ。それに会場限定のレアアイテムも手に入るんだって。自分だけのコレクションも作れる。いろんなステージを回りながらおもちゃを集めるんだって。楽しそうね。ほら、今度の日曜日に父ちゃんに連れてってもらうんだ。いいな。じゃあみんなも一緒に行く？行く行く。あはー、そっ、レッツゴーだよ。さてまゆー、お醤油。やっやっ、しんのすけ。ふう、
しんのすけ！